はい、皆さんこんばんは。今日は、もうね、中佐、はい、はいはい、令和元年5月1日、はい、ということで、はい、新しいね、はい、令和の最初の日の、ボギーチャンネル、本日沖縄からお送りいたしておりますが、はい、まあ、沖縄のどこかと言いますと、はい、はい、これでございます。皆さん、これ、はい、お分かりですね。もう沖縄というとやっぱりビッグディップ、はいはい、あのうちなんちはブルーシールって言うんですけど、県外の方々はビッグディップと言うんですけ ど、まあ、ちょうどね、中佐の後ろにある大きな看板にビッグディップって書いてあるんですよ、はい、でここはあの復帰前からある、由緒正しきね、アイスクリーム屋さんでございまして、うん、まあ、私たちも小さい頃ですね、はい、まあ、親父によく連れてきてもらって、うん、ここでアイスクリームを食べてました、はいはい、まあ、もともとあのアメリカ人向けのアイスクリーム屋さんだったんですけど、はい、まあ、復帰後、まあ、沖縄県民の方々もね、はい、あの県外の方々もどんどん来るようになって、まあ、今ではもう観光客がわんさかという感じでございます。沖縄来たらブルーシールですね。そう、はい、沖縄に来たらブルーシールか、はい、豊城食堂の、骨汁っていいですよね、はい、中佐ね、はい、まあでもこの2人に沖縄のグルメの話をさせると、はい、結構イケイケとなると思うんですけど、はい、まあ、沖縄に来たらまず食べてほしいのは、中佐は何をおすすめしますか。私はですね、悩むんですけど、沖縄というとマイハウスのステーキじゃないかなと。ああ、マイハウスのステーキですね、はい、そうですね、マイハウスの 400g ステーキも、はい、なかなかごっつくていいですよね、はい、それもアメリカンビーフで、はいはい、今の楽天さんの方から沖縄の天気はどうですかっていうことなんですけど、はい、実は今日あの先日の、まあ、今日の夜中からですね、うん、まあ、朝方昼間ずっと雨が降っておりまして、はいはい、まあ、私自身カビが入るんじゃないかと思うような天気でありまして、はいはい、夜になってちょっとね雨止んでおります、はい、ただ風がね、はい、ちょっとありまして、はい、南寄りの風なんですが、はいはい、やっぱ雨が降った後なんかちょっと肌寒いっていうこと で、ね、で今日はね、だから中佐、はい、ここにせっかくここに来てるんですけど、はいはい、なんとアイスクリームを食べないで、なんとなんと皆さん、これ何かと言いますと、二人でホットティーをすすってるという状態でございます。沖縄かってぐらい寒いですよ。今なんか寒いというか、涼しいというか。そうですよね。はい、いやいや、カルガモさん、車なんて洗ってないですよ。はい、はいはい。まあでも、今日はね、はい、令和元年、5月1日ということで、はい、まあ、本当にそれにふさわしい話ができればと思っているんですが、はい、まあ、この2人、はい、実は平成最後の日に思いっきりね、はい、お笑いしてきましたね。お笑いというか大笑いというか、はいはい、まあ、昨日ちょこっと皆さんにもフリップをお見せしたんですけど、はい、はい、とんでもない、はい、昨日は出会いというか、はい、笑顔になる話がありましたね。いや、これ、はい、来週の、まあ、月曜日の沖縄の声は、はい、本当にほっこりとした番組になるんじゃないかというふうに、はいはい、思っております。しかし本当に皆さん、私 4,5 日車洗ってないんですよ。本当にわざと、はい、ね、わざと洗ってないんですけど、いや、一昨日ついつい洗いたくなったんですよ。洗いたくなったんですけど、ここで洗ってもしね、令和元年大雨でも降ったら俺のせいにされるっていうことで洗わなかったんですよ、実はね。ところが洗わなくても雨が降るということでございまして、はい、いや本当に参ったななんてね思っております。そうですね、はい、はい、皆さんもこの令和、はい、素晴らしいね、時代にしていくのも、はい、本当に日本がね、坂道から転げ落ちるのも、まあ、我々国民次第だというふうに私思っているんですよ、はい、
ですから、今まで以上に、私はやっぱり、この令和では、この日本精神の、ね、復活、再興ということで、はい、日本人がやはりね、この昭和の、大戦の中で失った大切なものを、この令和という時代で取り戻せていけばなというふうにね、思っております。はい。はい、どうですか皆さん。音の方は入っていますかね。音。音どうですか。音。はい。中佐と私の声入ってます。音声大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。あ、宮城さん、琉球独立本部さんにお会いしてきましたよ。はい。会って話してきました。大丈夫です。いやあ、本当に、あ、音受け良かったですね中佐ね。よかったよかった。ちょっとはい、スポンジつけてないんで風切り音がちょっと入ると思うんですけど、はいはい、いや本当に風とちょっと車のとこ入るかもしれませんけど、うん、すみません、はい、でもこのブルーシール、はい、実は去年でしたかね、はい、まあ、アメリカの軍人さん向けに あるイベントを組んだんです、はいはい、でこのアメリカの軍人さんに対して、はい、割引セールっていうのをやったんですよね、はい、まあ、アメリカ本国では当たり前のように、うん、やっているこの割引セールなんですけど、うん、これにですね噛みついたのがおりまして、うん、まあ、県外から沖縄に、うん、住み着きまして、はい、半基地活動に精を出している、はい、まあ、千恵さんという方が食いつきました、はい、まあ、この方はね、県外でも電車に乗ってなんだかんだクレームをつけたりとか、でもこの人たちっていうのは何かと文句つけることしかやってないんじゃないかななんてね、うん、思ったりもするんですが、そうですね、そのね、千恵さんという方が、うん、そういったキャンペーンはね、これは、はっきり言っておかしいと、うんうん、これをね、撤回しなければ、不買運動をするぞということで、うん、はい、圧力をかけまして、まあ、ブルーシールの方がそれに、はい、まあ、屈しまして、そうですね、このね、軍人さん向けの割引セールをね、撤回をしたっていうことがありまして、はい、なんか最近はそういった言ったもんが勝ち、そうです ね、クレームを言ったもんが勝ちのような時代になってるんですけど、声の大きい方が勝つみたいな、そんな話になってきてますね。そう、あんまりいいことではないなとは思うんですよ。そうそうそう、はい、そうですね、今塩サバさんが、まあ、因縁をつけることが飯の種と、うん、つまり自分が因縁をつけてそれが実現すると、やったー、私がやったんだっていう感じですね。まあ、いわゆる自己満足。はい。まあ、自慰行為ですよ。まあ、そういったことをね、まあ、やって、何の得になるんだろうかと思うんですが、まあ、最近、こういった人たちが沖縄にたくさん押しかけておりまして、本当に我々沖縄県民、非常に、困っております。さて、今日ね、まあ、私、令和元年、まあ、令和元年なのに、ツイッターでは、いわゆる、この大山ゲートの、はい、マナティおじさんの動画をいくつも上げておりまして、はいはい、これが、結構大きな反響を呼んでおります、はい、これは平成最後の日の4月30日に、はい、この大山ゲートで、この米軍のね、マイクロバスの前に飛び出す瞬間を、はい、中佐の方が撮影をしてありました、はいはい、まあ、それをね、公開したところ、たくさんのやはり、皆さんの、はい、メッセージいただきまして、はい、まあ、大炎上ということでね、はい、これ一回じゃまた、ボギーの捏造だとか、うん、自作自演だというふうに言うもんですから、はいはい、そう言われないためにいくつもいくつも動画をね上げてあります、まあ、ご覧になった方も、いると思いますけど、はい、まあ、このように平気でね、はい、車の前に飛び出してですよ、何一つやっぱり処罰されないっていうのは、うん、いかがなもんかっていうのを思ったりもするんですけどね、はい、まあ、中佐このようにいわゆるプロテスター、うん、はい、プロテスターがこの車の前に、うん、まあ、飛び出したり、はい、まあ、この米軍関係者に嫌がらせをする、うん、その目的は中佐なんだと思います。私はですね、まあ、手を出してこない相手を挑発させてですね、まあ、なんか怒りを引き出させるためのものとか、そういうふうに感じますけども、何かをこれ、自殺事件を起こさせるようにして、起こせば、ほら、米軍はいらないんだっていう世論に持っていこうとしてるのが、もう透けて見えるわけですよね。
全くね、私もそういうような感じがします。はいはい、で、実際に、あのツイッターのコメントとか見ると引いてしまえとか、はいはい、射殺しろよとかね、うん、まあ威勢のいいことを書いてる人いっぱいいますよ、うん、でも実際にそういったことをできないんです、うん、まあなぜならこういったことは日本のね国内法でやはり罪になるということと、はい、あとこの米軍兵士っていうのは、うん、沖縄のねこの司令官米軍のね在沖米軍の司令官の命令によってで、はい、こういった抗議者、まあ、彼らはプロテスターと言います、はい、プロテスト、プロテスターと言うんですけど、彼らに何をされても言い返すな、はい、彼らにね、どんなことをやられても反撃をするなというふうに言明されています。ですから、どんなにね、邪魔をされようが、侮辱されようがね、喧嘩売られようが、じっと我慢するしかないというのが、まあ、今の在沖米軍の兵士の方々なんですよね。まあ、当然ながら中佐こういうふうにね、絶対に反撃してこないと分かってる相手へのこういった攻撃っていうのは中佐から見るとどう感じます？私から見るとはっきり言うと卑怯者のすることですね。はい、やっぱり、まあ、これ、まあ、いじめの問題とも関わりますけども、人をいじめたり傷つけたりしても法的に罰せられないからしてもいいじゃないかっていうようなことになってるのと一緒なんですよね。法律に書いてないから何してもいい、法律に書いてないから人を挑発して傷つけてもいい、そういうことなんですよ。でも本当は法律はなんか絶対守るべきものであって、本来は人としてはやっちゃいけない道徳観というのがあるべきなんですよね。でそういうのを平気で破る人たちなんだろうなってことなんですよね、そういう人たちはね。ただまあ、ちょっと、まあ、長くなりますけれども、いろいろと言う人いますよ。動画を見せるとアップすると引いてしまえとか、警察は何してるんだとか、信号機つけたらいいんじゃないか、道交法を厳しくしたらいいんじゃないかとか言いますけれども、まあ、一個一個答えていくとあれなんですが、まず道交法を厳しくするのはできるかもしれませんけれども、まあ、厳しくしてしまうと今度私たち関係ない一般人まで要は、道路横断歩道、彼らのやってる言い分としたら横断歩道を渡ってるだけだっていうことなんですよね。まあ、確かに心の中まで覗けるわけじゃないですから、まあ、明らかにそんなことはないだろうって思ったとしても、所詮は横断歩道を渡ってるだけって言われてしまえばそれまでですから、それを厳しくできるかというとできませんよね。で信号機つけたとしても今度はまた逆に信号が青になってるから歩行者優先だってことで、また変な無課で更新されるわけですよね。それでも意味がないと。で警察何してるんだって言われても、今度は逆に警察の方も大変なんだと思うんですよ。昨日は現場には2人の警官の方がいましたけども、もしプロテスターの方に警官が触れようもんなら警官から暴力を受けたってなるわけですよね。で裁判を起こされるとどうなるか、もし那覇地裁の一審で警察が悪いってことになったらどうなるかってことですよね。今の知事誰でしょうってことになっちゃうわけですよね、うん、だから警察も動くに動けない、大事にちょっと言って聞かせて引いていただくしかないというのが現状ですよね。で、まあ、引いてしまえっていうのもそんなにできるんなら言ってる人はあなたたち沖縄に来てできるのっていうことなんですよね、うん、まあ撮影してる方としては私もちょっと警察が来るのが遅かったので私行こうかなと思ったんですけど、あでも警察の方に任せざるを得ないなっていうのがまあ、悔やまれるところではあったんですけどね、はい、そういう感じですね。はい、ありがとうございます、はい。ですから、まあ、ネットの中でね、本当に引いてしまえとか、うん、射殺しろとか、うん、で、私人逮捕できるんだから、やったらどうかっていうようなことを言うんですけど、今のこの沖縄の現状っていうのは、うん、この平和運動、いわゆるこの反基地活動に異を唱えるということは、これはですよ、平和の敵と、まあ、見なされまして、戦争が起きたらどうするんだとか、オスプレイが落ちたらお前責任取れるんかっていうふうに、まあ、質問をされたり、そしてね、あこいつは反基地派だ、
右翼だと思われると、うん、今度は職場を突き止められてですね、うん、その職場に電話がかかってきます、うん、お前たち会社はこんな右翼を雇ってていいのかと、お前たち製品、商品買わない、不買運動をするぞっていうふうに、この脅しをかけてくるわけなんですよね。まあ実際に私も何度も脅迫受けてます。殺害予告まで受けてますよ、私はね。そういったことを平気でやってくる。で、沖縄のね、一般の人たちはなんで見て見ぬふりしてるんですかと。ね。それじゃ沖縄県民が認めてることと一緒じゃないですかと。いうような手厳しいご意見もありますけど、それってね、やっぱ沖縄の現状を知らないから言えるんですよ。いや、まあ、確かにそういう手厳しい意見があるのはごもっともなんですけども、ちょっと考えてみてほしいのは、高江、2年前ですか、高江で大騒動ありましたよね。まあ、彼らには彼らなりの正義があってやってるのかもしれませんけれども、まあ、彼らがやったことって言ったら、工事は止められなかった上に、与田さんに代表される、まあ、はっきり言うと与田さんの生活を完全に壊したわけですよね。基地壊さずに与田さんというような沖縄県民の人の生活壊して何してんでしょうねっていうのもあるんですよ、うん、で実際なかなか皆さんこういう沖縄の現状を見て沖縄が日本じゃなくないとか無法地帯だって言うかもしれませんけれども、内地で生活してても実際関わり合いになるのはまずいなって思ったら見て見ぬふりすることっていうのはあると思うんですよね。で、なかなか人として自分の生活とか、なんていうんですか、家族とかを巻き込んでまで自分の信念を貫き通すっていうのは並大抵のことではないと思うんですよ。そういうのをなかなか、沖縄の人に強いるのもちょっと無理な話でもなかろうかと思うんですよね。はい。あとね、私が非常に、こういった情報発信をしてて嫌なことは、私がこういう沖縄の現状を発信をするとですね、もう沖縄なんか行くもんかとか、沖縄なんかね、二度と行かないとか、怖くて行けるはずないだろうっていうような、そういったやっぱり書き込みをね、見る。でも私たちそれ非常にね、悲しいんですよ。そういったのを見るとね。だって、この大東亜戦争末期の沖縄戦。ね、日本はこの沖縄を見捨てずにですよ、うん、中3、はい、ね、4000人近くの、ね、特攻で、うん、この特攻で4000人近くの方々が命を失ってます、うん、で地上戦では、約、ね、8万人余りの、ね、全国の皇軍兵士の方々が沖縄に懺悔して、うん、ね、沖縄の南部にはその各都道府県の慰霊塔まであるんですよ、うん、はい、それをね、今はっきり言って沖縄戦末期の状況と同じ中で、沖縄なんか行くもんかっていうとね、もうね、これ完全に沖縄を見捨ててることにしか私は受け取れない。それともう一つすごい嫌なことがあります。もうこうなったら沖縄を米軍の施政権下に返したらいいんじゃないかっていう声をね、いくつか私聞くんですけど、それってね、私たち沖縄県民に対するこれ侮辱だと思うんですよ。そうですね。我々ね、沖縄県民はね、日本国民なんですよ。それをね、なんでね、またアメリカの施政権下に返せと、県外の人が自分たちに投げつけられるのかっていうのが、はっきり言って私この言葉すごい嫌なんですよ。正直言ってね。私たち自分が小学校2年生の時に、祖国復帰ということで小さな日の丸をパタパタ振ってね、一生懸命その祖国復帰っていうのをお祝いしました。で記念メダルももらいましたし、紅白饅頭ももらったんですよ。そしてドル紙幣から大きな聖徳太子の一万円札に変わったのを見て、すごいやっぱりびっくりもしました。でもこの復帰してね、今47年ですかね、沖縄っていうのはやっぱりどんどん発展してきたし、日本のね、47都道府県の中で、ね、南の要衝として、日本のね、この国防を、まあ、担ってる県としての自負を私すごい持っているんですよ。そんな中でね、沖縄を米軍の施政権下に返せなんて言われたら、それこそね、沖縄を捨て石にすることになるんじゃないかっていう思うんですよ。だから、こういった言葉っていうのはもうぜひね、私はもう慎んでほしい。これは日本国民としてね、沖縄で一生懸命戦っている、まあ、私たち
あのうちなんちゅう私にしろ、ね、ガナマサコさんにしろ、それ与田さんにしろ、うん、HK 仮面さんにしろ、ね、あのウッドペーカータカさんにしろ、他にもたくさんいます、うん、そういった方々にお前たちは日本人やめろと言ってるのと一緒なんですよ、うん、そうですね、ですから本当に、ね、この沖縄にはもう行きたくないっていう言葉と、うん、それから沖縄はもう独立してしまえとか、うん、ね、沖縄を米軍の施政下に返してしまえばいいっていう、そういったもう沖縄を切り捨てる、まあ、つまりこれこそまさに捨て石なんですよ、ね、捨て石、厄介者は捨ててしまえ、切り捨ててしまえっていう、そういったことは正直言って私すごい、いや沖縄県民としてね、うん、そこのところやっぱりね、あの皆さんも十分、まあ、ご理解やっぱりいただきたい。そしてやっぱり嬉しいのはね、あの中佐にしろ、まあ、少佐にしろ、いろんな方々がね沖縄に来てくれますよ。そして我々と一緒に同じ場所に立って、まあ、同じ光景を見て、ね、同じ空気を吸い、そして同じね、あの現状の中で一緒になって考えてくれる、一緒に戦ってくれる、それって本当に嬉しいことなんですよ。あの大戦末期に、ね、この沖縄に飛来した特攻機の日の丸を見た時の沖縄の人たちの気持ち、ね、あのこれ実際に私の、祖母ですね、はい、祖母の、まあ、お話なんですけど、まあ、当時本部半島はその正面に伊江島というね、まあ、日本軍の飛行場がある島がありまして、すごい激戦がねこの伊江島で行われています。で夜でもこの伊江島があの火で燃えてるのが見えた、まあ、そんな激しい戦いの中で、あの常に艦砲射撃がこの本部半島にも降り注いでいた、まあ、その艦砲射撃が、まあ、一斉に、まあ、止む時があった。それはどういう時かと言いますと、はるばる、鹿屋からですね、特攻機が沖縄を目指してその沖縄の近海までたどり着いた時なんですよ。まあ、片道約2時間半もかけてね、鹿児島から飛んできた特攻機、ね、その特攻機をね、あの見た地元の人たちの思いっていうのは本当に今考えても涙が出るような思いなんですよね。まあ、次々に、この台風砲火で火を吹いて落ちてく特攻機を見て、地元の、ね、人たちは何と言ったか、ね、もう来なくていいからと言って、ね、手を合わせたんですよ。もう来なくていいからっていうのは、ね、邪魔だとか、ね、無駄だからとかじゃないんですよ。まあ、当時のおばあの話ではね、私たちはもうどうせあの生きられないから、みんな沖縄なんか来ないでね、命を大切にしなさいと、まあ、そういった思いでね、そういった特攻機に手を合わせていました。そしてその特攻機が飛んできた時のみ、この艦砲射撃が止む。その時に初めて、まあ、水を汲みに行ったり、畑に行ってですよ、芋掘ってきたり、この芋の葉っぱ、沖縄ではカンダバと言いますけど、それを取ってきてね、あの煮炊きして食べたり、そういったことができたんです。ですからこのように、まあ、命を懸けてね、あの鹿屋から飛んできた特攻機、その日の丸がいかにね、当時の沖縄の人たち、そして、南部に追い詰められた皇軍兵士にね、眩しく映ったか、そして心からやっぱり感謝をしていたか、それなのにね、あの現代の我々、あの弾も飛んできません、爆弾も落ちてこないですよ。しかし沖縄っていうのはもう本当に今日本の縮図みたいなところになっちゃって、このままだったら本当に日本ではなくなってしまうんじゃないか、ね、おかしな連中に占領されてしまうんじゃないかというような瀬戸際まで来ています。特に玉城デニー知事ね、はい、一帯一路政策、中国のね、それに参加しようって言って、ね、日本政府がやらないと言ってるのに、一都道府県のね、長がこれ参加しようなんて言っているんですよ。そんな中で私たち一生懸命戦ってるのに、あの、ね、我々を本当応援してくれるべき日の丸を背負った人たちが、ね、沖縄はもうダメだとか、沖縄なんか行きたくないとか、ね、沖縄もアメリカにくれてやれとか、
もうそんなこと言われたらね、沖縄で戦ってる我々やってられないですよ、正直言ってね。そうかと。じゃあ皆さん俺たち見捨てるんだなとしかやっぱり思わないね。ですから、できるだけやっぱりそういった言うなとは言わないんですけどね、そういう言葉が私たちは、沖縄の人はそういうふうにやっぱり受け取ってると。そしてそういうね、日の丸を背負った人たちが、まあ、沖縄に来なければ来ないほど誰が喜ぶかなんですよ。そうなんですよね。そう、うん、皆さんも分かりますよね、誰が喜ぶかっていうのは。だからこれね、彼らが喜ぶことをやはり国を愛する者たちがやっちゃいけない、うん、っていうふうに私やっぱり思ってる。だから、ね、やっぱり陸続きじゃないし来るのは大変ですけど、ね、できるだけやっぱり来ていただく、そして現場に入って現状を見ていただく、それがやっぱり叶わない場合にはネットの中でね、一生懸命やっぱり後方支援、砲撃銃撃していただければ本当に助かるかななんてね、思っているんですけどね。はい、秀樹さん、私たちにできることは何でしょうかとあります。私もよく聞かれますよ、これはね。はい、そっちゅう聞かれます、本土に行くと、ね、本土に行くと、じゃあボギーさん自分たち何をすればいいんですかということを言われます。まあこれはいろんなことできます。まあ一番簡単にできるのは、情報の拡散っていうのがやっぱりできるんですよ。それとね、やっぱり私が本土の方々っていうか、これ国を愛する日本国民の方々にやっぱり考えてほしいのは、なぜ沖縄でこの基地反対派があんなにね、自由気ままにね、何の生活も心配もなく動けるかっていうことをやっぱり考えてほしい。先ほど私言いましたけど、沖縄で平和運動、反基地運動に異を唱えることは、ね、自分の生活を、ね、失うことと等しいということを、ね、私何度も言っています。で実際に多くの人たちがこの、保守活動の中で倒れていったんです、いろんな意味でね。だからあいつらは辺野古基金っていうのがあって、ね、6億皆さん6億ですよ、6億6億集めてもうやりたい放題ですよ。そしていろんなね、NPO 法人とかいろんなものを作って、そこでまあ活動家、はい、活動家をまあ養ってるっていう話も聞いています。ですからもう彼らはね、仕事しなくてもこういったものでやっぱり支援が来るわけなんです。ところがもう沖縄では正直言ってこういった活動をするっていうのはもう与田さんにしろ自分たちにしろもう本当に自分の手元にある弾薬を使ってその分しかやっぱ戦えないんです。だから自分この前熊本に行った時にも言ったんですけど、やはりこの県外の方々がやはり一致団結をしてですね、愛国基金みたいなのを作って、そういった中でやっぱり沖縄とか、沖縄だけじゃないですよ、全国のそういったね、国を守るために頑張ってる人たちのね、応援をできるようなシステムを作ったらどうかななんてね、私やっぱ思っています、正直言って。ですから辺野古基金っていうのは沖縄だけで6億7億やっぱ集まったわけですから、国を愛する愛国者の方々でこの日本、北海道、まあ北北海道から南沖縄まで、この国を守るために一生懸命やっぱり頑張ってる人たちを支えるようなシステム作っていくっていうのも私は必要じゃないかと思います。まあ沖縄に来てね、中さん、はい、人力車引っ張ってた方がなんか最近クレクレしてますけど、そうですね、あんなね、あんなレベルじゃないんですよ。もっともっと高い尖閣基金のような感じで、そういったのをやっても私いいんじゃないかと。まあ保守はですよ、武士は食わねど高用事っていう感じで、なかなかそういったことは言わないです。左翼の場合はもうどこ行ってもカンパ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 なんですけどね、沖縄の側からカンパカンパカンパなんてなかなか言いづらいんですよ。ただでさえ皆さんに負担かけてますしね、来るだけでもお金かかる、その上でやっぱり応援してくれっていうのも非常に心苦しい。ですからそういったものをやっぱりね、例えば保守基金とか愛国基金っていうのを作って、
それで沖縄だけじゃなくて全国のそういった頑張ってる人たちを応援していくシステム作っていくっていうのもいいんじゃないですかね。そうですね、うん、だって実際にサンクハートさんもね、沖縄の新聞の的にかけられて、生活の糧失いましたよ。ね、元ちゃんだってそうですよ。私だってやっぱりそうですよ、ね。沖縄で保守活動をするっていうのは、自分の生活基盤をね、犠牲にする覚悟がやっぱりいるわけですから。特に沖縄という横社会ですからね。もう、あれは右翼だって言われると、もう横に話が広がっていっちゃって。野党にも雇わない。雇っても、あんた右翼だってね、もうちょっともう来月いっぱいで終わりねとか、こういう感じになっちゃうもんですから。かといって、じゃあ、沖縄の保守と言われてる企業が応援してくれるかって言ったら、もう全くないないです。だって、例えばそういった人たちを雇い入れると、右翼を雇ってる会社だっつってまたネットで叩かれるわけですから、みんな臆病になっちゃってる。まあ、そのぐらい沖縄っていうのはおかしな空気が蔓延してるっていうことでね。まあ、本来はね、最後の人たちはよく憲法を守れって言ったらお題目のように言いますけど、そう。憲法の中には思想信条で人を差別してはいけないって書いてあるんですけどね。うん。うん、だから、本当はやってはいけないことなんですけども、こういうことが平気で行われてしまう、まあ、世の中ですし、そう。実際、まあ、これは沖縄だけに限ったことではないんじゃないかなと思うんですよね。内地でもあるんじゃないかなと思いますよ、うん、実際。ちょっと、なんか、まあ、私、先日笑ったのはあれですね。うん、某、湿布薬を、出してる会社が、なんか、桜井よし子さんを招いた講演会やったら、なんか、あそこの湿布は買わないとか言ってたんですけど、まあ、そういう人たちは、日本の病院かかれないんじゃないとか、実は日本の病院の全国に戻してんだけどなと思って見てましたけどね、私は。まあ、それはまあいいとしまして、ね、さっき太田さんが書かれてましたけど、やっぱり諦めたらそこで試合終了なんですよ。特攻隊も、無駄死にと言ってしまえば無駄死になってしまう。実際、後世の人間が、当時生きてた人のことを無駄死にって言えるのかっていうのもありますよね、うんうん、言っちゃいけないと思うんですよ。そうですね。で、今日は令和元年ということで、うん、自分日の丸掲げましたよ、うんうん、したらね、うん、自分のこの伊織の周辺で日の丸を掲げてるところ、うん、自分のとこ1箇所しかないです。1箇所、うん、13、1箇所。皆さんのとこどうでしたかね、うん、1箇所。いやー、これでね、私やっぱり沖縄のこの闇っていうの深いなと思いましたよ。だってアメリカ基地内とか言ったら至る所正常期だらけですよ。なんで日本は自分の国の旗すら上げられない、上げたら恥ずかしいとかね、みっともないとか言うのかなと。やっぱりそういったところね、いわゆるウォーギルのインフォメーションプログラムの斬新だと思うんですけど、やっぱりそういったところからの脱却っていうのは今後やっぱり図っていかないといけないかななんてね、思います。でも、この令和になってからですね、ぜひ、こういった、いわゆる、反日、はい、反日売国の勢力に対抗するきちんとした、やっぱりバックボーンを我々は作ってですね、はい、そして全国のそういった、志士の方々をやっぱり、後ろからやっぱり支えていくっていう、そういった体制づくりを私はやるべきだというふうに本当に思っています。で、これできないことないんですよ。だってネットの中ではね、やっぱ保守がすごい優勢ですからね。うん、で、実際沖縄来れなくても、うん、そういったものでね、協力をして、応援していくっていうことはやっぱできると思うし、それって決して私恥ずかしいことだと思わない。まあ本当に与田さんなんかもね、うん、左翼にああいうことをされてですよ、生活基盤ズタズタにされた、元ちゃんなんかも仕事をなくした、サンゴさんに至ってはね、本当に路頭に迷う寸前まで追い込まれた。私なんか本当に、はい、左翼の弁護士にやられましたけど、みんな何かとやっぱそういった攻撃を受けてね、社会的に抹殺しようとする圧力をやっぱ受けてるわけですから、まあ、そういったものをやっぱりみんなでやっぱり応援をしていく、
個人じゃなくてきちんとしたやっぱり団体を作ってですね、そこであの沖縄だけじゃなくてやっぱり北海道からいろんなところでやっぱり戦ってる人たちをピックアップして、まあ、応援をしていくというような体制をね作っても私いいんじゃないかというふうに思ってますし、これはあの令和の時代にぜひあの実現していきたい。まあでも全国で、ね、あちこちで講演するたびにこういった話をするんですけど、まあ、なかなか進まないのがまあ現状ではあるんですが、ね、いつかそういったあの本土からの応援が来ることをやっぱり期待して、自分たちはあの石つぶてを持ってでもやっぱり戦わないといけない、ね、あの20万余りの地を持って守られている沖縄っていうのをね、今あのもうめんどくさいからっていうことを放り出して後になって後悔するようなことをしたくないんですよ。未来の自分自身があの時もう少し頑張っとけば沖縄は日本でいられたのにと後悔するようなことを絶対にしたくないから、今できることはやっぱりやる。どんなに批判されてもね、あの個人攻撃や人格攻撃を受けようが、やはりこの日本のためこの沖縄を守るためにできることはやっぱりガンガンやっていきたいというふうにまあ思ってるのがまあ令和元年のまあ私でございます。中さん、はい、はい、まあ、うん、今、カルガモさんが何だったかな、ちょっと失礼、はい、そうそうそう、そういえば池袋でも日の丸を見なかったなって言ってましたけど、ね、あの皆さん沖縄のこの武家さんが発信するのを見て沖縄日本じゃないとか言ってますけど、実際自分の足元を見てもあの日の丸まともに掲げられないじゃないかっていうのがあるんですよね。やっぱり沖縄が日本の縮図になってるんですよね。沖縄変えられないで日本変えられるわけがないじゃないかというのがあるんですよ。で、まあ、私はね、できる限りね、諦めるわけにはいかないので、できる限りね、武家さんたち応援していきたいなと。沖縄にちょくちょく顔出したいなっては思ってますけどね。はい、しかし、はい、どうですか皆さん、この2人のゲルドは、はい、ゲルドですよ、ゲルド。似てます？どうですか？パッて見た目あんまりわかんないと思います。多分同じ洋服つけてたらわかんないと思うんですけど、どうでしょうか？どっちがどっちということでね、コップかぶせてこう回してもわかんないような気がするんですけど、どうですか皆さん？似てます？はい。似てますかね？皆さんのご意見。ゲルド、なんて書いてあるんですか？ゲルド 240% あ、兄弟かと。いやー、まさこんさん、うん、はい、そうですね、はい、肌でわかると書いてますよ、中さん。やっぱり、中さん白い。まあ、ちょっとね、内地だとそんな日焼けないからですね、はい、でもね、あれなんですよ、沖縄来て、何でしたっけ、米軍基地のフリーマーケットに行ったら、米軍の方からブラザーって聞かれたっていうのがありましたけど。そうブラザーって。あと、公安の方に、テドコンさんちょっと太ったねって言われたじゃん。はいはい。いやー、でも、似てるっていうことでね、また、いろいろ楽しいことができると思いますんで、はい。それとですよ、はい、まあ、月曜日のチャンネル桜で動画が公開されれば、ちょっと見ていただきたいんですけども、まあ、美咲さんと一緒に私、撮影に行ったわけですよ。で、メガホン男さんが何て言ったか、近づいていくに従って、はい、テドコンが来ています、テドコンが来ましたって言い出してたのが、それ違う、さすがに近づいてほら違うのが分かったのか知りませんけども、向こうにいますっていうふうに言い方が変わってたんですよね。これ最初騙されやがったなって思ってですね。いやー、本当に。区別つかんかったなって。いや、でも楽しいですよ。はい。はい、もう、ここに来るとね、もう、中佐はもう、はい、ボギー手どこになりきってますんでね、はいはい、もうまさにやりたい放題、ね、また近いうちにこれであちこち出没しようと思ってますんでね、はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、まあ今日は令和元年ということでね、はい、ちょっと時間もオーバーしまして、はい、真面目な話もね、真面目な話もしてるんですけど、はい、要フリップも資料も見ないでね、はい、こんなベラベラ喋ってますよ ね、 そうですね、はい、いや太った人はみんな手どこさん、まあ、そうかもしれませんね。はい。はい、あと、ボギー、大佐、中佐、少佐。はい。あと、はい。
何名かやっぱり募集してますんでね、はい、皆さんあの沖縄に来た時に自分も影武者になりたいっていう方はぜひこの帽子とこのサングラス、はい、サングラス必ずこの丸ですから、ね、丸、はい、丸じゃないとダメなんですよ、はい、丸をやってね、あの軽石をつけてうーっと、はい、あの隣のトトロが笑うじゃないですか、はい、私グーッと、はいはい、隣のトトロっていうよりはなんか紅の豚みたいな。まあね、あんまりね調子に乗りすぎるとチャンネル桜の社長の方からなんか相撲部屋じゃないって怒られる叱りが来るんですけど。はい、ということで、あの本日の、令和元年5月1日のボギーチャンネル、はい、まあ、これにて終了させていただきま す、はい、今日はねアイスクリームは食べません、はい、はい、寒いので、はいはい、こんな格好してるのがちょっと肌寒いですよね、はい、あの今日はホットティーで、はい、ね、温まってます、温まって、はい、はい、あのまた明日のやんごとなき考え、はい、そういえば明日木曜 木曜日一部ボギーチャンネルに二部、はい、HK チャンネルが皆さんありますよ、はい、HK チャンネルね、はい、はい、ぜひその方もまた見ていただきたいなと思っております、と、はい、いうことで、はい、本日の放送、これにて終了させていただきます、はい、皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございました。